はい、前の皆さんこんにちは、龍馬ズボンです。今日は最近僕が読んだ本をまた紹介しようと思いました。それがこれです。まあ知ってる人もいるかな。必ず食える 1% の人になる方法と、2013年くらいに出た本なんで、まあその新しい本じゃないんですけどもね、書店に行ったらあったんで買ってみました。面白そうだったんで。でまあどういう本かっていうと、どうやったら必ず食える 1% になれるかっていう話なんですけどね。まあそもそもこれからの時代、日本において中間層っていうのがどんどんなくなっていくと、うん、富裕層かまあその下の貧困層かっていうのはどんどんこう格差が広がっていくっていうんですね。まあなぜならその中間層がやってた仕事がどん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  IT とかね AI に置き換わったり、あるいは海外からね優秀な人が日本に来て、日本人がやるよりも低い賃金で高いパフォーマンスで仕事をするから、日本人はまあ中間層の日本人がどんどんね仕事がなくなってしまうと。っていった中でどうやって食っていくかってなった時にね、レアな人材になりましょうっていう話なんですよ、この本では。レアな人材で、その例として例えばなんですけども、今ね日本の仕事でコンビニのレジバイトがまあ時給大体800円ぐらいだと。一方ね、同じ時給換算するとマッキンゼのシニア、コンサルタントシニアコンサルタントの時給が8万円らしいんですよ、ね、その差100倍。コンビニのバイトと、マッキンゼのコンサルタントの時給が100倍違うと。じゃあこの差は何で出てきてるのかって言ったら、単純にその仕事の希少性ですよね。できるし、だからコンビニのバイトは言うたらもう誰でもできると。でもマッキンゼのコンサルタント、経営者にアドバイスしたりとかするってことは誰にもできることじゃなくて、選ばれた人にしかできないから、価値があるから、その分時給も高いと。だから、価値のあるレアな人材になりましょうっていう。でそのためになんですよね。でまあそういったコンサルタントだったりさ、スポーツ選手とかっていうのはまあそうなんだけど、もう一つの分野に突出してるわけですよ。スポーツ選手なんかすごい分かりやすい。もうほんとね、食えてくサッカー選手もそうだし、陸上の選手も何でもそうなんですけども、100万分の1の確率らしいんですね、ああやって食えてる人って大体。まあスポーツもそうですし、まあお笑いとかな、まあ芸能界で言ったらさ、ビートたけしとかさんまさんとかね、それこそもう100万分の1、あるいは1000万分の1クラスの人材なわけですよ。そういう人たちは一つの分野でね、そこまでこう突き抜けていった人たちだけど、これから先ね、仕事の雇用の危機に瀕するであろう、中間層、今の中間層の人たちが今からその一つの分野でねこう突出してやるっていうのは非常に難しいと。じゃあどうするかって言ったら、一つの分野じゃなくて複数の分野で、100人に1人の人材になるんですよ。それを複数の分野でやることで、例えばですけども、ある分野で100分の1の人材になる、でもう一個の分野で100分の1の人材になる、でもう一個の分の分野で100分の1の人材になると、 100×100×100 で100万分の1になれると。そうしたら必ず食えますよっていう本なんですよ。意味わかりましたかね、今ので。で100分の1には誰でも努力すればなれるらしいんです、この人が言ってるには。だいたい1万時間何かの分野、何かの事柄にと
投資すれば誰でも100分の1の人材にはなれると。だから分かりやすく言えば、例えばだけど、まあこの間俺も話した美容師さんね、美容師もう美容院なんでね、この、あのコンビニよりもあるって言われてるくらいだから、もうそこら中にあふれかえってると。つまり美容師もあふれかえってると。で美容師の業界の中でね、100万分の1の人材になる、超貴重な人材になるのってのは難しいと。一方でさっき挙げたお笑い業界、お笑いの世界でも、100万分の1になれる、相当難しいと。でも美容師業界でもお笑い業の世界でも1万時間それぞれ投じれば100分の1の人材にはなれると。だから美容の腕をに1万時間費やして100分の1の人材になりました。で一方お笑いの方の方にも1万時間例えばだけど費やして100分の1になりました。これをかけたら 100×100 で1万分の1の人材になれると。これだけでも非常にレアな人材ですよと。つまりはもうお笑い芸人かのように面白い美容師さんで、美容師の腕もいいね、100分の1だから、それ100分の1、100人に1人の腕前みたいなね。そしたらね、なんとなくパッとイメージだけど食えそうじゃん。ここにめっちゃ面白い美容師がいるみたいな、元お笑い芸人でとかいうね肩書きもついてたらさ、まあ食ってけそうだし、そんないないと思うんだよ、同じ美容師だとしてもさ、っていう考え方ですね。うん、非常に面白いと思います。読んでみてください。でまあね、今は僕俺がざっと説明しただけなんだけど、自分の進むタイプ別みたいな4タイプくらいあってね、その中で 1% になるにはどうしたらいいかという風な議論がなされてるんで、僕は非常におすすめ、面白いですし、なんかね今ね就活生とかも就活本とか読む前にこれ読んだ方がいいと思うなと思いました、うん、ただ一つ思ったのは、さっきの1万時間投じるって言った話にも結局さ、どの分野、その何に1万円1万時間費やすかもね、よく考えた方がいいなと思うんですよね。だって人の誰かのね役に立たなかったらね、まあ食えないわけですから。小石を集めることに1万時間費やして、木の枝を拾うことに1万時間費やしたところで、まあそれは面白いっちゃ面白いかもしれないけど、食えるようにはならないかなと思うんですね、極論。なんでまあ誰かの役に立つというか世の中の役に立つことじゃないと、まあ意味はないかなと、当たり前ですけど思いました。ぜひ読んでみてください。暇な人はすぐ読めます、サクッと。ではまた。